町内の女性が趣味で制作した緻密で繊細なレース編みの作品展が今高浜まちづくりネットワーク事務所で開かれています。レース編みの作品を展示しているのは高浜町園部の松岡久子さん76歳です。松岡さんは10年ほど前から家事の合間にレース編みを作り始め、会場にはこれまでに仕上げた作品およそ50点が展示されています。作品は1本のかぎ針を使い、次々と糸を紡いでいくことで様々な模様が緻密かつ繊細に編み出されていて、直径30センチの円形の大きなテーブルクロスはおよそ3ヶ月かけて制作したということです。会場には様々な色の綿の糸を使って鎖編みや細編み、それにパイナップル編みなどの手法を用いて丁寧に編み出された作品が並び、見る人たちの目を引いています。このレース編み展は今月27日まで高浜町宮崎の高浜まちづくりネットワーク事務所で開かれています。